はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。早速ですけど騒動ドーン、やばい、もう出たんだね。騒動のライド11、騒動プラス2が出たばっかだと思ったらもう1週間後にこれですよ。8月中にこの動画出せてるかわかんないけど、とりあえずこれラインナップ見ていきましょう。ラインナップ今回は全部で7箱。1と2がアナザージオー、アナザーライダー系は騒動外伝だったっけ。基本的にあっちの方でラインナップされているんだけど、アナザージオーの方は普通の騒動の方に入っていきましたね。お次は仮面ライダージオーのミラーワールドバージョン。ミラーワールドだからパッケージもちょいちょい反転してる。本当はここの横とかに書いてある文字とかもこう鏡状態とか反転したかったみたいなんだけど、さすがにそれだとわからなすぎるからやめとこうっていう風になったらしいです。まあでも一応この背景の仮面の文字が反転してるし、横んところにあるベルトのバンド、他のやつはこう隣り合わせると一つのバンドになるみたいな構造になってるんだけど、ミラーワールドバージョンの方はその辺も反転してますね。そして567がディケイドアーマー系。5がディケイドアーマーの隆起フォームとファイズフォーム。アーマー自体はワンセットで、どっちのシールをつけるかで柄が変わるっていうやつ。6がディケイドアーマーの隆起フォームのアクションボディ、7がファイズフォームの方のアクションボディ。だからいつも通りこの5の箱を2つ使わないとこれ2体並べることができません。隆起フォームの方はライダータイム隆起の方に出てきたやつだけど、ファイズの方は映像作品では立体化されていなくて、開発ブログ曰くぶっ飛ばソウルだったかな、その辺のアーケードゲームにのみ出てくるフォームらしいです。というわけで今回のライド11ラインナップこんなところなんで、シールを貼って紹介していきましょう。さあというわけでまずはこちらのアナザージオー。アナザージオー、こうやって見てみるとなかなかホワイトだね。まずお顔の方が相変わらずのアナザー具合、生々しい目がついて、歯茎が出るぐらい口がギッとひんむいている。この口見るたびにあのギャグ漫画日和のうさみちゃんに出てきた、なんだろう、あのペンギンくんみたいなあれを思い出しちゃうんだよな。あの歯茎の出方、ここの顔の繊維っぽいところだったり、なんか赤々としてるところが進撃の巨人のあの超大型巨人をなんとなく思い出しちゃうな。顔の方、目の周りはシールを貼るようになっていて、片方は The O と書かれていて、もう片方は2019と書かれています。顔やボディがいい感じのギンギラギン具合、メタリックなシルバーのアーマーの中にピンクというか、まあマゼンタ、ジオーと同じような位置にマゼンタのラインが入っています。本来のジオーだったら体の真ん中は分かりやすい時計のバンドなんだけど、アナザージオーの方はとても時計のバンドには見えないような造形で、ぐるっと背中向けると背中の方までちゃんとシールが貼られています。2019とジオー、他のアナザーライダーと違って時空ドライバーの方はまあ割かし形はとどめている。そして腕にはこれライド落ちホルダーつけていたんだ。足回りの方はだいぶたくましくなってるね。脚力の方はこっちの方が強そう。ちなみにここのマゼンタっぽい色の部分はシールです。まあでも足の方はホワイトでなかなかシンプルだね。ちなみに本家のジオーと見比べてみると全然違うけど、ああまあでもやっぱり原型は残ってるっちゃ残ってるね。顔のおでこについている時計の針の長さが左右でちょっと違うんだ。色の方もブラックとホワイトでいい感じに対比になっています。ちなみにアナザージオーの方にはこういう武器のパーツがついていて、ここの真ん中の部分はあくまで接続部分で別に使わないところ、よいしょ、こんな風にね両側外しちゃって、これでアナザージオーにうまいこと持たせれば、こんな風に結構長めの武器を持たせることができます。なかなかいい長さだな、迫力あるわ。アナザージオーの方には手首の差し替えパーツがついてるんで、こう手を添えるようなポーズも取れます。お次はこちら仮面ライダージオーミラーワールドバージョン。ミラーワールドと名前がついている通り、あらゆる部分が本家のジオーと違って反転しています。本家と見比べてみよう。複眼のライダーの文字も反転してるし、すんごい小さいんだけど多分おでこのところにある仮面の文字も反転しています。そしてさっきのアナザージオーみたいな感じで、おでこの時計の針も長身と短身が逆になっていますね。あとは変身ベルトの時空ドライバー、こちらもベルトに装填されているライドウォッチが逆になってるし、かなり細かくて見えにくいんだけど、ここの真ん中の表記も2018が反転しているんで8105
5みたいに見えます。あとはすいません、ちょっとシールつけてる関係でダブルアーマーになっているんですけど、腕のライドウォッチホルダーにつけているバイクライドウォッチの向きも違うし、多分バイクの文字も反転しています。そして武器の時間ギレードの剣、こちらの剣の文字もそうだし、なんだったら形状そのものが反転しています。すごいな。もちろん時間ギレードの銃の方も反転、武器まで反転するという徹底ぶり。さあお次はこちら仮面ライダージオディケイドアーマーの龍騎フォーム。テレビ本編ではなくライダータイム龍騎の方に出てきたフォームですね。本来ディケイドアーマーに他のライダーのライドウォッチをつけた場合は、そのライダーの中間フォーム、ゴーストだったらグレートフル、ビルドだったらラビットタンクスパークリングっていう風にね、中間フォームを踏襲したデザインになるんですけど、龍騎にはそもそもの中間フォームっていうものが存在しないですからね。そのためか龍騎は龍騎サバイブがモチーフとなっています。胸の方にも分かりやすくサバイブと書かれています。ディスプレイに映ってる顔も龍騎サバイブ。あと腕周りの方には赤に金色が入ってたり、龍騎系ライダー特有のジペットスレッド、内側が本来はギザギザしてるんだけど、さすがにそこまで造形はされていないね。手の甲のコテ部分も龍騎っぽいわ。そして足、ああそうそうそう、太もものところね、造形が控えめだけど確かに龍騎系の足こんな感じだわ。そして膝の方にもジペットついていて、すねんところもなかなか綺麗なゴールド、足周りがえげつねえシンプル、スリッパ履いてるみたい。そして付属していたパーの手首パーツと入れ替えて龍騎っぽいポーズ。最後はこちらディケイドアーマーのファイズフォーム。モチーフがファイズの中間のアクセルフォームだから、使われている色もブラックとシルバーだからだいぶシンプルだね。顔の方もちゃんとアクセルフォーム、副眼のところにだいぶ濃い影が入ってるね。そしてボディの右肩にはファイズ、胴体と左肩にアクセル。アクセルのこのクの形が、あの仮面ライダークーガのロゴっぽくていいね。龍騎の方はサバイブの文字が黄色と赤に分かれていたけど、アクセルはかなりシンプルなホワイトだけ。あーいいね。腕の方もかなりファイズ、側こそを作ってるから造形は結構頭に入ってるよ。ここの細かい横のモールドとかちゃんとファイズアクセルも腕についています。手首のところのここの矢印っぽいところも再現されてる。そして足回りアクセルフォームらしく、ストリームの部分がシルバーになっています。シンプルな縦ラインがビート続いていて、膝ね、これこの膝の形もかなりファイズ、足回りも手首と同様で細かいモールドが入っていて、右足の方はこれですよ、ファイズポインターをつける部分ですね。ちゃんとここまで造形されています。ポインターはついていないけど、で足首だったり靴の部分、あ靴のところも結構ファイズ、すごいね。そして手首を差し替えのパーの形に変えてダッシュしてるようなポーズ、すんごい高速移動してくれそうな感じがある。そうだ、危ない、紹介忘れるとこだった。今回はこちらね、5の箱の方、ディケイドアーマーのクロスアーマーセットの方にこちらの大魔降臨歴、ウォズが持ってる紙の本と手首パーツ付き、あとこれが白ウォズが持っていた方のタブレット端末、ちゃんとホームボタンっぽいのもついてるわ。このタブレットに書き込んだことが実際に起きるみたいな、そういう謎の機能があるやつ。こっちの方もページがだいぶ黒いけど、ちゃんと本っぽくなってるね。もちろんこちらはウォズの手に持たせることができるんで、白ウォズがタブレットになんか書き込んでいたり、黒ウォズの方が祝いという風にお祝いをしてくれるみたいな感じにもできます。はい、というわけで今回はこちら仮面ライダージオウの食玩シリーズ騒動のライド11紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。なかなかの特例でアナザージオウが入ってきたり、ミラーワールドバージョンのジオウが入ってきたりとね、相変わらず特徴的なラインナップでした。仮面ライダージオウの方はね、最終回を迎えてしまったんですけど、こちらの騒動シリーズね、アナザーライダーとかまだまだ出てくるし、仮面ライダー01の方の騒動シリーズも多分始まるんでね、今後も食玩シリーズの動画ね、シール貼りともどもよろしくお願いします。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。